牛とカエルにちゃんと人格があるように見えるから不思議です。清水千夏。いよいよ息の合ってきた牛くんとカエルくん、3度目のオンエアだ。パペットマペット。それでは早速行ってみましょう。パペットマペットのショートコント、手裏剣。お前が有名な服部ゲロ像か。何でも手裏剣で的を外したことがないそうじゃな。その技ぜひわしも見たいもんじゃの。あ、かしこまりました。ブーン。お、もしやその虫を手裏剣で落とすつもりか。こいつは見物じゃわい。ブーン。あ、ちょっとましっか。パペットマペット。続きまして喫茶店。いらっしゃいませ。アイスコーヒ ー、ごめんなさい、うちのお店牛乳関係しか置いてないんですよ。よし、今すぐ潰れろ。パペットマペット。続きまして弱肉強食。痛い。パペットマペット。続きましてヒーロー。ああ、困ったな。なんだこの声。あ、なんだあれ。私はスーパー牛マンと。と。すげえ。どうやらお困りのようですね。顔が真緑色ですよ。それは生まれつきです。今からお使いに行くところなんですけど、そしたらここで転んじゃってお金落としちゃったんですよ。ん？すると君は今お金を持ってないっていうことかい？はい。そっか、じゃあ頑張って。あ、ちょっと、待ってくださいよ。助けてくださいよ。だって君お金持ってないんだろ。はい。え、もしかして助けてお金取る気ですか？うん。うんってヒーローでしょ。スーパー牛マンだよ。スーパーとマンを取ってごらん。牛だよ。そりゃそうですけど。あ、もしかして僕が空とか飛べると思った？どっちなんだよ。飛べんのかよ、飛べないのかよ。もうそんなことはいいからさね、お願いだから一緒に探してくださいよ。分かったよ、一緒に探すよ。本当にこの辺で落としたの？はい。500円メッケ、ラッキー。ちょ、あ、これ僕の500円。よかった、見つかって。ありがとうございます、見つけてくれて。お前だよ。500円、ありがとうございます。それ僕のなんですよね。待て、ちょっと落ち着いてよくちょっと考えてごらんよ。私は500円拾ってない。嘘つけよ。目の前で拾ったじゃないか。それですよ、その500円。君ね、私はスーパー牛マンだよ、知ってるよ。と、お前飛べないだろ。お前飛べないだろ。拾ったもの返せ。ああ、真っ赤っかだ。分かったよ、返すよ。そう、こんなものめったに拾わないのにな。はい、いればいつ拾ったんだよ。なんで今こんなもの持ってるんだよ。お前500円返せ。ウィ、お前ロボじゃないだろ。お前、なんてごまかし方だよ、お前。もう返せ、500円。あ、その500円、僕が拾ったんだぞ。もともと僕のなんだよ。さっさと帰れ、し。そう、分かったよ。もう帰るよ。と、飛べんの？パペットマペット。どうもありがとうございました。